届きました。一応海外から個人輸入した形ですね。今回買ったのは洋服を買いました。おおお、フランクリン・マーシャルっていう、まあ、メーカーのやつなんですけど、まあ、これの色違いと T シャツ、いろいろ原宿とか渋谷とかうろうろしてみて、で結局ちょっと値段が高いなとか、まあメンズのシャツってだいたい1万円とかするじゃないですか。日本で買ったらこういう T シャツとかもなんか6000円とかしちゃいますけど、これも3000円ぐらいですね。で何点かまとめないとやっぱ送料3000円かかるんで、まあちょっと割高になっちゃうなと思って無理やり買った色違い。着るかね。まあこんだけ半袖であれば夏も乗り切れます。海外の個人輸入って結構難しく考える方って多いと思うんですけど、意外と Amazon とかでポチッポチッポチッと押してる感覚と同じで、ちょっとだけ英語読めれば大丈夫なので、今回はまあちょっとそういうやり方とかも軽く流しつつ言いましょうかね。じゃあ早速行きましょうかね。ブラウザとかでフランクリン・マーシャルと入れていただいて、で、検索していくと、まあ最初に ZOZO さんとかで、ここに、フランクリン・マーシャルありますね。ここ進みます。で、フランクリン・マーシャルさんのホームページが出てきました。で、メンズとかレディース、アクセサリーなんかも揃ってます。今回は T シャツに行きます。T シャツ選んでいただくと、まあこれぐらいいろいろ種類があって、だいたいまあ半額なので、今回夏のセールで3000円とか、まあ4000円台とかで買えるようになってますね。で、好きな T シャツを選んでいただいて色を選ぶ。あとはサイズを選んでカートに追加するっていうだけです。まあそんな英語だけど難しくないですよね。で、ショッピングカート、一番最後のマイバッグに進んでいただいて、ここで送料が出てます。まあ、3000円ちょっとですね。で、一番最後に、こちらのログインしていただくか、まあ、サインアップしていただければ買えるようになってます。てなわけで、今回は、フランクリン・マーシャルっていう、まあ、海外のメーカーですね。個人輸入する方法をご紹介いたしました。